私にとってオハウはとても身近で大切な料理。地域によって、家族によって、季節によって様々なオハウがある。そんなオハウの一つに会うために冬の知床を訪ねた。2月になると流氷に覆われるウトロ漁港、そのすぐそばに旅人たちをアイヌ料理でもてなす一軒の宿がある。イランカラプテ。笑顔で迎えてくれた梅沢悦子さんは家族で宿と民芸店を営む。ここもお店長いんですか？50年くらいになる。50年ぐらい。召し上がれ、どうぞどうぞいただきます。イペアンロいただきます。チェッポーハウ、すごい美味しい。香ばしくなるね、昆布焼くと。でそれをパリパリにして、それを入れると出汁も出るし美味しい。塩味もめちゃめちゃちょうどいいです、うん、ありがとう。私大好きこの味。本当ありがとう。これすごい。この鮭とかも全部、うん、ウトロで取れた。ここら辺の食材も、うんうん、全部全部。え、おはじゃがいもも、じゃがいもも、そうそうそう、白子も、うん、今日さばいたのよ、はい、鮭、うん、あと山菜。春とかだったらほら、あの小ごみとか。あ、いい小ごみ。ほら海の恵みあるし、山の恵みもあるし ね、 そうですね。美味しいものたくさんだ。そう、美味しいものだらけですよ。でもウトロの人もみんないい人だしね。本当にあのここにいられて幸せですよ。